第二節東洋医学では神や霊魂をどう捉えているか東洋医学を論ずるにはこの東洋哲学や宗教の問題は避けては通れない重要な命題なので私自身の見解について述べてみます哲学や宗教を論ずる時神様や霊魂のことを抜いて語るのはアルコールなしの酒カフェイン抜きのコーヒー ニコチンなしのタバコと同じで全く味気ないものになってしまいますしかしアルコールカフェインニコチンは同コスと有害であるのと同じで神様や霊魂の問題は扱いを間違えるととんでもない結果になることはオウム真理教などの例を出すまでもなく注意が必要です神様や霊魂が普通の人間には見えないのをいいことに難病にかかった 人やその家族に対し、やたら、神の、たた、たたりだとかれーのさわさわりだと言って脅し、法外な祈祷量や供養量を巻き上げたり、宗教団体への寄付や奉仕、さらには、意味のない修行を強制する事件が後ろを立ちません。宗教の美名の下で起こされた戦争の犠牲になった人は、歴史上、かなりの数になります。過去においても、現代においても、 宗教とは、場合によっては、害読を流したことの方が多かったのかもしれません。マルクスは、宗教とはアヘンである、と言っている、意です。このため、安易に宗教団体に入信するようなことは、やめた方が無難です。広い世の中には、信じられないような超能力や、霊能力を持った人が、確かに存在しています。私に玉野心を見る。 能力や人通力、今風に友長能力があれば、自信を持って解説できるのですが、残念ながら、私は、そんな能力は待ち合わせていないので、憶測だけでいろいろ言わせていただくことにします。私は、この例とか神と言われるものは、すべて東洋医学や東洋哲学で有機の一種であると思います。人は、生命現象のみならず、 宇宙のすべて現象の根本的な成立要因となっておりますが少し訓練すれば誰でも気の存在は感知できるものです人間の次元とは異なる気の在り方が神や霊として敏感な人に感じられるのだと思いますまた宇宙を形成する神秘的な気の作用そのものを神と呼んでいる場合もありますが東洋医学で神とは主に 意識や思考を指します意識を失う状態を出身というのはこのことに由来します厳密に言うと神という言葉の定義は曖昧で各宗教でさまざまな意味があります神など存在しないと主張する無神論も共産主義もある生活信条を理屈抜きで信じるという点で広い意味では宗教の一種であると言えないこともありません